10月から始まった幼児教育と保育の無償化で対象外となっている朝鮮学校の保護者らが国会前で抗議活動を行い、制度を適用するよう訴えました。改正子ども子育て支援法は、一定の条件を満たせば幼稚園や認可保育所などを無償にすると定め、10月に施行されました。日本政府は一部のインターナショナルスクールや朝鮮学校などについて、多種多様な教育を行っていて幼児教育の質が制度的に担保されていないなどとして無償化の対象から外しています。参加者らは、一日も早く学ぶ権利をすべての子どもに公平に与えてほしいと日本政府に無償化の適用を求めました。